3月14日、フィギュアスケーターの羽生結弦が、グッチ、グッチのブランドアンバサダーに就任したことが分かった。羽生は、ファッションの枠を超え、世界中のクリエイターとの絆を育むグッチコミュニティの一員となれたことを心から嬉しく思います。とコメントを寄せている。過去には、2023年6月号のエルジャポンでグッチを見にまといポートレート撮影に挑んだほか、 ブッチ銀座ギャラリーのオープニングイベントとして、羽生の写真展が開催されたことも。2022年にプロ転向してからも活躍が続く羽生に、また一つ活動の場が増えた形となった。ファンからは喜びの声が上がる一方で、2023年11月の離婚騒動は未だに尾を引いているようだ。ニュースのコメント欄には、厳しい意見も多く並んでいた。 あくまで一個人の感想だが、ブッチに対してはマイナスの印象は持たないがプラスにもならず、羽生さんには離婚後の良くない印象に加えて、そういう露出はするんだな、という冷めた気持ちが追加された。離婚した元妻への気遣いが見えないような人物を起用して大丈夫なんだろうか。個人的には、強豪校のスポーツ監督のように神格化されすぎて、 誰も批判しなないいいような世界をファンがが作っていることが怖い別に結婚離婚は問題ではなくプロセスでかなりイメージダウンした感は否めない特にパートナーに対する尊敬の気持ちは全く感じられなかったことにドン引きしたというのが世間の受け止め方かなと思っている2023年8月に結婚を発表した羽生だがお相手情報は一切出さず報道陣の取材にも対応しないという。 完全シャットトアウト状態を続けていただが、翌月にはバイオリニスト、松信真由子さんの地元である山口県の新聞社が、実名を出して2人の結婚を祝福。次第に、そのプロフィールが各社に報じられるところとなった。しかし、わずか3ヶ月後には離婚を発表し、105日離婚、と話題に。その後、元妻側は実名報道を許可していた。 嫁姑問題があったなどさまざまな報道があり羽生さんに激しい批判が集まる事態となりました情報を全く出さなかったのは元妻を守るためという思いがあったのかもしれませんが元妻に対する思いなどを一切語らなかった結果わずか3ヶ月で結婚生活を切り出したような見え方になってしまいました芸能記者末延さんは羽生との結婚にあたり 各 SNS を削除し、表舞台から完全に姿を消していた。だが、離婚後はバイオリニストとしての活動を再開している。2月10日からの愛川七瀬のライブツアーに連日、参加したほか、2月25日には、香川県で開催された実業家の講演会に出演し、「情熱大陸 TBSK」の OP テーマを披露していたと、「文春オンライン」に報じられた。 末延さんのもとには心から応援してます、心機一転、頑張ってほしいですねなどと応援の声が寄せられている離婚騒動をめぐり世間からの印象では明暗が分かれた2人今後はどのよう